頭が道路側にカンっていって、このままスコっていったから、こうですね。こうなってましたね。からのレシピ。ノアは事故に遭いました。え？何年前か。何年前っていうより多分もう十何年前とかなんだけど。投げんなよ。ビビった。ビビった。確かにね、そんなハッピーな感じで言わないで。事故に遭いました。事故にあったんですよ。何があったんだい？今日はその時の話をしようと思います。はい。昔昔ノアという人が歩いてました。歩いてたんだ。タクシーが来てポーン。以上です。シンプル。え、どうだった？なんでどういうこと？こうやって歩いてて、でこうな商店街みたいになってて、ママがこっち側しなんか言ってて、でもなんかこっち側しんのママーって言って渡ろうとしたら手がポーンってみたいな。え、離れてたのと思って、その時ちょうどねリュックの中にタオルがあったの。だからそれがポーンってこっちで着地して、ああみたいな。怪我してないの？しなかった。奇跡。本当奇跡すぎて。でおまわりさんが来て、おまわりさんなんか言ってるけど、でもの車にポーンってされたことにびっくりすぎて、しかもおまわりさんが目の前にいるってことにもびっくりして、みたいな。でずっと聞かれてるけど、って泣いてて、でその後すぐなんか歩いて5分ぐらいのところにたまたま病院があったの。多分歩いて行った方が早かったけど、救急車来てくれて、初めて救急車乗れたの。で、そっちのも逆にウキウキしちゃうじゃん。でもさ、ウキウキしちゃいけない空気だなって分かったの、その時。だから7歳、賢いな。行って、なんか特に何もなかったけど、なんかそこの先生適当すぎて、生きてますから大丈夫ですみたいな感じだけど、パパはなんか、いや頭とかちゃんと検査しろとか、内臓とか全部調べろって言ってるけど、いや、そこ、いや、調べろみたいな、いや、だから、いや、調べるんだって。で、ちょっと病院の先生とね、揉めて、でも生きてるわ。よかった。無傷なのか。もう、奇跡すぎて。捻挫も何も、打撲も何もしない。打撲もしないの？なんで今生き、お化けかもしれない。痛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 い。びっくりだったっていうのが事故にあったお話です。おしまい。知らなくてよかったね。こういうことはまずおまわりさん、運転してる人、病院に迷惑かけちゃうんで、みんなはちゃんと右とか左とか上とか前とか見てください。ちゃんと確認してから渡るぞってやんないと大変なことになっちゃうんでね。気をつけてください。あります？わし？引かれそうになったことは何回もある。ただ引かれたことはない。一番最近の寸止めは自転車こいでて渡ってたら、トラックが何も見ずにカッて曲がってきて、この距離でしたね。カッうっってことはあったけど引かれてない。そういうのばっか。うっってなって運転手とかバッて見たら、運転手とかは超なんか無感情、サイコパスっぽい感じの、なんかそれカナがそっち側しじゃなくて、それからじゃない。違う、絶対こっちからの方が合う。そういうことあった。でも引かれてないんだよ。すごいね。とかチャリで車道の方を走ってたんですよ。で歩道の方に入りたくて、車道があってさ、歩道あんじゃん、境目にさ石が置いてあったりするじゃん、みんなその上登ったりするんだよ。うん、ところどころにこう車が入れるとかに、そことそこのこう溝っていうの、うん、こうなってる、そこにタイヤが入っちゃって、うん、あの本当に車近かったのよ、これぐらい、うん、道路がこれね、車ここ走ってる、このまたいだ状態でこうこうって頭が道路側にコンっていって、車ここバン走るみたいな。こーわ。こんままスコっていったから、こうですね、こうなってました。それが道路に倒れてんでしょ。そうだよ、やばい、けるんだけど、あ、どうしようかな、これ2分。いやで、通りすがりのおばあちゃんに大丈夫大丈夫。やっぱその時ってさ、いや大丈夫じゃないですとかさ、あんま言えなかったからさ大丈夫です、すいません。だって起き上がれないんだよ、足を抜こうにも抜けないんだよ、一人でもがいてんの、だからあー
でもね、そのなんかたまにね、チャイムもピューンとって助けてくれないの？助けてくれなかったの。え、ひどくないね。うわ、おばあちゃんだけよ、大丈夫。うわ、2分後ぐらいにじゃあ起こして足やって、コールこけた場所から家までチャリでもう3分くらい着くんですよ。なのに足が痛すぎて15分かかった。で、ね、家に帰って泣きながら笑いながらお母さんに、なんかこけたんだけど。いや、ひどかった、あの怪我。折れてないけど血だらけだから、え、やだ、なんかもうグロテスク。あれ中3とか。ママ最近じゃない？前もじゃない？3年前じゃない。ということで今回のカナナはここまでです。やっぱ事故は危ないんで、普段から気をつけましょう。本当気をつけてください。そしてこのポーズしている人がいたら、皆さん声はかけましょう。せめて本当声かけて、あの大丈夫ですって相手が言っても、手伝いますよって言って手伝ってあげてください。あのこの状態の2分きついんですよ。もう心も体も痛いみたいな。心も体も痛いんで、ぜひ助けてあげましょう。もう皆さん助けてあげてください。お願いします。